鮎寿司は鮎を種にした寿司。塩漬けや酢漬けにした鮎の腹を開き、骨などを除いて、酢に漬け、飯を詰めてこなせらしたもの。夏の季語。漁獲した鮎の内臓を除去して塩漬けしたものと、米飯や米麹、唐辛子を交互に詰めて熟成させたなれ寿司の一種で、ある。麹が米飯を分解して生成した糖によって、乳酸菌が増殖し、 その乳酸菌が乳酸を生成することで保存性が向上し、さらにアミノ酸などの増加によって食味が向上する。慣れ寿司ではないが、類似の食品として、木の川流域の奈良県では、柿の葉寿司や笹寿司、和歌山県では焼き寿司、京都府の桂川や由良川流域では姿寿司、押し寿司などがある。富山県のあゆ寿司は、徳川吉宗が好み、 富山藩の献上品になるほどの名産だった。今尺物語集巻31三32は、人見水酒半府諸行後三32に、酒に酔って嘔吐した女が、土砂物を鮎寿司に混ぜて売った話がある。歌舞伎の、吉常千本に桜三段目、寿司屋にも登場する。漁獲した鮎の内臓を除去し、背開きした上で、冷蔵庫で20日間塩漬けする。米藩。 米麹、唐辛子、塩出しした鮎を交互に樽に敷き詰め、重しを乗せて、常温で熟成する。本漬け40日頃から食べ頃になる。ありがとうございます。